それでは、今回の地学基礎のレポートは、石についてあります。ちょっとこう石ありますけど、いろんな石がありますが、ね、この石について、特にその中で石灰石という、まあ、石のそれの不思議というのか、そのことについて、勉強していきたいと思います。これはちょっとお話を読みながら実験をしながら、皆さんに、と一緒に進めていきたいと思います。ここに白っぽい石があります。普通の硬い石です。この石は日本にはごく当たり前にあります。そこで5センチ角ほどの大きさに砕いた石は鉄道線路の下に敷く石としても広く使われています。大抵の石は何種類もの鉱物が混じり合ってできています。例えば石材として広く使われている花崗岩という石は、長石、石英、雲母という3種類の鉱物が混じり合ってできています。花崗岩の写真で灰色に見えるのが石英です。石英のきれいな結晶を水晶と言います。水晶は二酸化ケイ素という物質でできています。ところが写真の白っぽい石はほとんど一種類の鉱物だけでできていて石灰石と言います。では、質問1いきますが、今話にあったように、水晶で石英、これは二酸化ケイ素と、ね、ケイ素なんてあんまり知らないと思いますけど、もしかしたらケイ素、英語っていうのか、これはシリコンと言いますか、シリコン。シリコンっていうのはね、ケイ素、これはケイ素の純粋なケイ素です。二酸化、これと酸素がくっついてできたのが、二酸化ケイ素といって、まあ、石英の、ね、主成分。ところが、今からやる石灰石ね、この石灰石は、これはカルシウムという原子が中心の化合物です。カルシウム。カルシウムって何かわかります？骨とか作るカルシウムね。カルシウムっていうのは、ここにありますけど、これ見えないかな。後からちょっと見えない。この見えますかね。これカルシウムっていう、これ金属なんですね。これと他の原子、いくつかの原子がついてできていますが、その石灰石の主成分はね、何という物質でしょうかと。この主成分はね、二酸化ケイ素という。じゃあこっちの主成分はカルシウム、ね、含んだ物質何という名前でしょうかと、ということです。あ、あ、い、う、えとありますが、まあ予想立つ。なんとかカルシウム。